く鎧武者過去を中堅参上。義の置かれている状況は決して楽観視していい。あらかた準ちょっ、おいおい遅かったじゃねえか。初陣で寝坊とは我が息子ながらふてぶてしいぜ。覇光派あざなは中堅、義の名将覇光炎の息子である。名門加工一族の将として周囲の期待を集めていた。三国鼎立の時代、曹操は益州を得た劉備を警戒、加工炎らを引き連れ益州の北の漢中を抑えようとする。加工派もこの遠征に参加し初陣を迎えようとしていた。いやいやいや、この鎧が重いんだって。で、何？ジロジロ見ちゃって。どっか変かな？いや、その鎧、なかなか似合ってんなと思ってよ。送った甲斐もあるってもんだ。孫にも衣装っつうか、我が息子ながら凛々しいぜ。父さん、まあ、ほどほどに頑張れよ。知ってっか、その鎧怠けてるとどんどん重くなるぜ。またまた冗談でしょ。え、いやいや、まさか本当？冗談に決まってるだろうが。我が息子ながら素直なやつだな、お前は。つか敵にこんな風に騙されたりすんなよ。取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ。活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は
馬がご入り用で。またお待ちしてます。地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。いよいよ来たか。艦中を守るため戦わねば。どうか民には手出ししないでいただきたい。やったな父さん。これで艦中は俺たちのものだ。あよ、ご苦労だったな息子よ。まだ名人だったぞ。そうそう殿、書こうと。ついに劉備が。さて劉備どもを追っ払うとするか。艦中は絶対守り抜くぜ。食軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なんと、これほど近くに敵が。みんな、魏の軍勢を押し返すのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、全員を損。迷いのない戦ぶりですね。そのうち時に羨ましく感じます。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。
と壮麗な戦ぶり。やってやるぜ。を奪いのとは無念。今は引くしかあるまい。やれやれ、やっと諦めやがったか。はあ、まあこれで一安心ってところだな。伝令、帝軍山の本陣に敵襲。敵将は甲冑の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。救国。まさか劉備は帝軍山に構えているようだな。そなたが加工派か。長旅ご苦労だった。正妻の母君のいとこだというが、あまり似ていないな。私もそう思います。ですが母とは似た雰囲気があるようです。顔に似合わない思い切った行動を取るところが。いやいやいや、正妻殿、そこ顔も性格も置いといてくださいよ。俺は俺なりにいろいろ事情があって来たんですから。あなたは義の名門加工一族、その重心が宿敵である我らに下る。相応の理由がなければ裏を読みたくなるものです。いやいやいや、脅威殿、そこを難しく考えないでくださいよ。あのまま清掃に巻き込まれて終わりたくなかった。一か八かで職での新しい人生にかけたい、それだけなんです。頼みます、俺を職の将にしてください。必ず役に立ってみせますから。わかったぞ、加工派。これから皆と一緒に頑張ってほしい。いやー、助かりました。ありがとうございます。新天地で心機一転、生まれ変わった加工中堅をよろしくお願いします。